ファイングレインは日本の元競争は、主な勝倉に2008年、高松の宮記念、シルクロードステークス。名前の由来は、英語で、超微粒子、八代大サラブレッドクラブの出資場であり、募集価格は80万40口の3200万円。2005年新馬、500万特別と連勝した、ファイングレインは、翌年クラシックを視野にレ歴さら技賞。 スプリングステークスに出走も距離に対応できず敗戦。その後、クラシック戦線から路線転換を図ったニュージーランドトルフィー NHK マイルカップにてともに、金差の2着と構想し、結果を残すが東京から戻った翌日に、右前足の肢骨上部の骨折が判明し、長期休養を余儀なくされる。2007年ファイングレインは1年ぶりの復帰レースとして、 当時ステークスに出走。NHK マイルカップの結果からマイル前後の距離に適性があると判断していた陣営は、このレース以降もマイル前後を中心に出走させ、続けたが入着レベルという内容が続く。2008年、中距離は合わないと判断された同馬は、デビュー戦以来となるスプリント戦、夜ど短距離ステークスに出走。それまでの先行行為抜け出しから一転し候補から、 差し切り勝ちを決め、およそ2年ぶりとなる勝ち倉を上げ、続くシルクロードステークスにて、重賞初勝利を記録。一躍、スプリント路線の有力馬に躍り出る。迎えた高松の宮記念、4番人気に支持されたファイングレインは、バグンの真ん中を抜け出し、金車車の奇跡、1番人気の鈴鹿フェニックスの追走を振り切り、1996年フラワーパークの レースレコードを更新するコードで優勝。GI 馬の仲間入りを果たした。重傷連勝を含む3連勝で GI を制した。ファイングレインはその後も短距離レースを使われ続け、2008年マイルチャンピオンシップ3着など、結果を残すレースもあったが、高松の宮記念以降は、勝ち星から遠ざかり2桁着順に終わるレースも、目立ち始め、2011年シルクロードステークス11着を、 最後に現役を引退した。フランスのロンレ牧場で、種ボバとなる。フランスでの代表サンクは、フィデューと言い,い、平地競争で2勝を挙げた後、2017年に、障害競争に転向すると初戦から2連勝。重賞のアドニスジュベナイルなバセスハードルで3着に入った。2017年からは、アイルランドティッペラリー州のロングフォードハウススタッドで、共用される。同牧場には、 ビニールオーなども在籍している。種付け料は、品場出生条件付けで1500ユーロ。母ミルグレインの全員姉にアイリッシュオークス、イギリスヨークシャーオークスカチウマのピュアグレインがいる。その後、2018年10月10日の障害競争で3勝目を挙げている。同日時点での獲得賞金は15万1338ユーロ。出生条件付けは、 産句が無事に生まれたことを条件に種付け料を支払う者。貧馬出生条件付けは、生まれた子が貧馬だった場合に種付け料の減免をする。ありがとうございます。